アワーズの廃旅館シリーズですね。ここが第2弾になります。そこそこまあ有名な物件なんですけど、このジャングルをかき分けてやってきました。じゃあ早速行きますね。ですね、実はここは結構この有名なミステリーツアーご一行様の看板があるんですけど、うちが見た時と看板の位置が違いますね。だから思ったより頻繁に来られてるんじゃないかなと思います。でここでまたあの廃墟よくあるあるですね。呪いと死、この心霊スポットでも何でもないですからね。こここの旅館は新館と旧館があるそうなんで、こっちが正直どっちなのかは分かんないです。見取り図ですね。6階まで。これは客室の鍵入れておく場所ですね。倒壊が激しいですけど、鍵がいっぱい。石川県っぽく九谷焼の湯飲みですね。朽ち果てたテニスラケットは美味しい。カビ臭いですね。ここは調理場ですね。危ない、配管が武器です。急須に絶対出汁を入れぬことって、多分注意書きですね。急須に出汁を入れてお客さんからクレームが来たっていうパターンですかね。これは冷蔵庫か。ああ、自販機ですね。巨大な冷蔵庫が開けられてる。ここからちょっと外の様子が見えます。お決まりの何かの自己紹介ですね。廃墟落書きランキングみたいなの考えてですね、はい、だいたいいつもの消火器。宴会場ですね。地下に一箇所あるんで、まずそっち向かいますね。じゃあ地下に向かいます。地下ですけど、地下というか建物の構造上1階かもしれないですよ。ここが
プール行く気にはなれないですね。これはボイラー室か。じゃあ再び建物の中に、客室ですね。なぜか洗面器は破壊されるんですよね。プライベート。ここはオーナーの家なのかな。事務机やらエアコンやらが。なんだこれ。ただのいたずらか。誰かおまじないごっこでもしたんですかね。見たこともない記号なんですけど、このイルミナティ的な。じゃあ、上に向かいます。どうやらさっきの1階だったんで、2階をストーリーして3階へ。ここは給湯室ですね。今にも誰かがいそうな。やっぱり旅館は単調な作りなんで、どうしても2階売ってしまいますね。おそらく構造上あっちが外側になるんで、向こうの方に向かおうと思います。向こうは東側の建物ですね。東側の方に向かいます。なぜか窓辺に包丁がありますね。サイレントヒルとかだったらこれアイテムなんで回収しないとね。大体こう敵がいますよ。窓の外に室外機が。うわぁ、カビですねこれ。壁がぶち破られてる。案内図を。とりあえず客室だけ一部屋ぐらいにできます。あれ、この帽子さっきも見たな。この旅館で配っていたものかな。日当たりが悪いんで真っ暗ですね。こっちはちょっと大きめの、割といい雰囲気の旅館だと思います。なぜか椅子の上に椅子が。ちょっと誰かお昼寝したんですかね。よく見慣れた、いわゆるトニックですね、これトニック。使ったことは一回もないですけどね。全部の窓が開いてるんで、思ったよりカビ臭さはないですね。こっから外に非常階段ですね。特に見当たりさはないです。大浴場に行きたいけど、この時期はちょっとカビが心配ですね。なぜかだるまさんが。コウモリがいる。まあコウモリも見慣れたお友達ですけど、これはひどいな。大露天風呂、居酒屋か。
居酒屋の気分なんで。あ、雰囲気はいいですね。スナック価格ですね。ピエロ。ここはナイトスナックですね。うわ、もう何年経ってんだろうここ。なぜ地下がなってんで、電気を消す、この通りです。カビがすごいですね、これ。ちょっとあんまり長い間入れないです。ん？大浴場は外か。いや、違うな。ここはさっき出た向こうですもんね。うん、やっぱ大露天風呂って書いてあるんで、おそらくプールかなんかあった場所ですかね。大宴会場ですね。うん。ガラスが割れてんで、思ったより空気が悪くないですね。これなんだ。まとい、まといじゃないな。なんだこれ。知ってるけど名前が出てこない。はい、5階です。アワーズの市街ですね。あの建物、あれが前行ったホテルですね。これが新館への渡り廊下ですね。うん。1階から3階まで渡り廊下で新館と旧館が行き来できると。で、4階以上上は渡り廊下がなくて独立した部屋だということですね。見晴らしがいいということは向こうからも見えるということだな。やばい、すげえ街だ。ちょっと迷路のような構造で迷ってしまいましたけど、ここは、いわゆる1階は地下にあたって、2階にロビーとエントランスがあるみたいですね。ちょっと探し回って構造把握するのに時間がかかりましたけど、以上で終わりみたいですね。百万石時代村、廃墟で廃墟のポスターですね。いや、廃墟で廃墟のパンフレット。やっぱり97年でカレンダーが止まってますね。はい、どうでしたかね。これが阿波津の廃旅館のうちの2個目ですね。本当はまだ大きい旅館があるんですけど、さすがにちょっと疲れましたね。新館と旧館がこの入り乱れるような構造になってて、やっぱり新館を新たに増設するっていうことはそこそこ儲かってた時期があったってことでしょうね。もうだいぶ暑くなってきて、正直廃墟にはあんまり向かない季節になってきましたね。でもまだまだ続けていきますんで、
でも真夏にはちょっと新しい企画を考えてますんで、そちらの方もお楽しみに。それではこの動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。それじゃあまた次の場所でお会いしましょう。